日ごとの糧、2022年12月7日。災いだ、酒を飲むことにかけては勇者。強い酒を調合することにかけては豪傑である者は。これらの者は賄賂を取って悪人を弁護し、正しい人の正しさを退ける。イザヤ書5章22節23節。終わりに兄弟たち、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なことを、また、徳や称賛に値することがあれば、それを心に留めなさい。フィリピの信徒への手紙、4章8節。イザヤは、酒豪の人たちへの非難を語っています。酒の勢いで判断の基準があやふやになり、正義を貫くことが難しくなってしまうことがあるからです。これらの人たちは、お酒をたしなむというよりも、酒で勢いをつけて偉そうに威張り散らし、あるいは判断がいい加減になっている。まあそういう中で交渉を始めるので、結局悪が勝ってしまうということを引き起こしているわけですね。パウロはフィリピの教会の人たちに、酒の勢いでの判断ではなく、聖霊によって心を整えていただき、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なことを、また、徳や称賛に値することがあれば、それらを心に留めるように、こう、語るわけですね。まあ、酒が好きで、酒の勇者の心の中にはなかなか育ちにくい、項目のような気がしますね。まあ12月になって忘年会とかお酒の機会というのは増えるのかもしれませんけれども、よく言われるようにこうね、酒に飲まれてはいけないという言葉がありますが、心すべき、言葉なんだと思いますね。災いだ酒を飲むことにかけては勇者、強い酒を調合することにかけては豪傑である者は。これらの者は賄賂を取って悪人を弁護し、正しい人の正しさを退ける。終わりに兄弟たち、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なことを、また、徳や称賛に値することがあれば、それを心に留めなさい。まあ、ある方は、私酒全然飲まないから全然これ心配ありません。今日の言葉は無関係ですと、思っている方おられるかもしれませんが、もしかしたらそういう中にお酒を飲んでいる人たちに対する、まあある種の傲慢な思いというか、お前らダメ、俺大丈夫っていう、そんな気持ちがあるとしたら、やっぱりこのフィリピンの信徒の手紙を心に留めることが必要でしょうね。良い一日になりますように。